参加者の皆さんは受付で受け取ったバンドで二人三脚を作りスタートラインに並んでください。桃井さん、足痛くないですか？バンドきついですか？全然ちょうどいい。完璧にちょうどいいよ。そうですか。それじゃあ歩き方ですけど、内側の足から踏み出しましょう。任せてて。大丈夫ですか？モリオン。はあ。1、2、1、2。よし、まあリズム的にはこんな感じだろう。なんだよ、ため息なんかついて。だってしょっぱくないっすか？え？見てよ周りを。男女ペアが多いっつのに、なんで俺たちは男同士で肩組んでんすか。仕方ねえだろ、他に相手がいなかったんだからよ。だけどこう男女ペアばっかだと若干気持ちが萎えるっていうか。別に誰とペアを組もうがいいだろ、要は優勝できればいいんだからね。なんか今さらに気持ちが萎えること言われたっす。あ？それではこれよりクイズ形式スタンプラリーを開始いたします。第一ゲームは二人三脚です。スタート地点から第2グラウンドを横断し端まで走ってください。なお第2グラウンドには各種トラップがありますのでご注意ください。トラップ？それではよーい、全員一斉に駆け出しました。トップは青峰くん、キセくんペアです。キセおめえ遅えや。青峰っちが早すぎなんすよ。トップのペア、二人三脚とは思えないスピードで走りながら喧嘩をしております。もう青峰くんったら。でもさすがキセくんです。青峰くんのスピードになんとかついていっています。私たちも急がないとね。いえ、もう少し様子を見ましょう。さっきのアナウンスが気になります。さっきの？あ、キセ、ここ曲がるぞ。あ、なんで？いいから曲がれ。どうしたことでしょう。アオミネ君、キセ君ペア突然曲がりました。どうしたんすか、オミネッチ。なんつうか嫌な感じがしたんだよ。なんとここでトラップの落とし穴が発動。戦闘集団が多数脱落しました。やっぱな、そんな気がしたんだよ。あそこ落とし穴分かったんすか。なんとなく。なんとなく面白くなってきたな。これぐらいのスリルがねえと眠くなるぜ。よしキセ、突っ走るぞ。あ、いや少し慎重に行かないと、俺らも穴に落ちるっすよ。俺の勘を信じろ。信じて大丈夫なんすか。大丈夫じゃねえときは、あ、なんとかしろ。むちゃくちゃっす。グダグダ言うな、行くぞ。グラウンドに落とし穴って本格的すぎ。スピードは落ちますが、ここは慎重に、他の人が走った後を行く方が良さそうですね。そうするとどうしても順位が下がっちゃうよ。大丈夫です、まだこれ第一ゲームですから、後からいくらでも巻き返せますよ。よし、1番で通過だぜ。はい、1番のペアの方、足のバンドを外したらスタンプカードを出してください。スタンプ押しますから。外してた。はい、カード。はい、確かに。それでは第2ゲームに入りますが、準備はいいですか。ああ、何でも来い。第2ゲームは借り物競争です。この箱からくじを1枚選んで引いてください。青峰っち引いて。ああ、よし、じゃあこれな。紙にお題が書いてあるので、それに合ったものをここに持ってきてください。そうすればクリアです。なんだ、簡単じゃねえか。あ、青峰っち俺も見たいっす。ヒーロー参上。おい、クズケン、これが借り物のお題ってどういうことだ。はい、そのお題に合うものを集めてここに持ってきてくださいということです。では行ってらっしゃい。行ってらっしゃいって言われても。ヒーローってなんすか。レブロン・ジェームスとかっすかね。どうやって連れてくるんだよ。そうっすね。うん。お、そうだ、お前モノマネしろ。あ、そういうの得意だろ。誰でもいいからヒーローやれ。なんすかその無茶ぶり。俺別にモノマネが得意ってわけじゃないっすよ。いいからやれ。じゃあ似てなくても知らないっすからね。いくっすよ。
この桜吹雪散らせるもんなら散らしてみやがれ。すまんね。やれって言ったのは青峰っちじゃないですか。ひどいっす。それのどこがモノマネなんだよ。単にジャケット脱いだだけだろ。ほら次やれ。ボー君だ。青峰君たち、なんでこんなところで漫才してんだろう。桃井さん、それよりも僕たちの借り物競争のお題ですけど。あ、そうだね。でもこれどうしよう。貝を海外しく解放するってどういうこと？クイズ犬にはダジャレ好きがいるようですね。ってそんなことは置いといて、海外しくってどうしたらいいのかな。ひとまず貝を探しましょう。海産系を扱ってるところを探して、そこで貝をもらえば貝をゴミから解放したことになります。なるほど。貝を扱ってそうな模擬店って、あ、何か思い出しましたか。うん、ちょっと思い当たっちゃった。あのね、ここが先生術研究会の部室ですか。うん、確かここにいるって。鉄くん、本当にやるの？はい、桃井さんの案はとてもいいと思いましたから。大丈夫かな。きっとどうにかなりますよ。黒子と桃井、なぜここにいる？あ、緑、遊びに来たよ。いいだろう。ちょうど手が空いたところだ。お前たちを占ってやる。うん。あのね、緑。なんだ？今日のカニ座のラッキーアイテム、なんだっけ？さっき教えただろ。ホラ貝なのだよ。ね、ちょっと見せてもらっていい？構わないが、落とすなよ。ありがとう。ホラ貝って、貝なんだよね。ごめん、緑！は？鉄くん、パース！俺のホラ貝！緑間くん、ホラ貝は確かに僕がいただきました。返してほしければ、僕を捕まえてください。待て、黒子！待って、二人とも！待て、黒子！くそ、人が多すぎて追いつけないのだよ。捕まえられるもんなら捕まえてごらんなさい、デース。黒子！わあ、デスクー、かっこいい！どこがなのだよ！どこだ？こっちに来たと思ったか。おい、ミドチン。その声は紫原。なんて格好しているのだよお前は。ドレス？そんなものは見たくはないが見ればわかる。なぜドレスを着ているのだよ。縁日だから。答えになってないのだよ。あれ、ムックン、こんなとこでどうしたの？ちょっと休憩してるんだ。ここのベンチ日当たりいいんだよね。その格好で？着替えるの面倒だから。その格好の方が歩くの面倒そうだけど。サッチンとミドチンこそこんな裏庭に何しに来たの？そうだったのだよ。俺は黒子を見つけなくてはいけないのだよ。黒チン？黒チンならここにいるけど。なんだと？どこだ？ほら、俺の後ろに隠れてる。あ、黒子！もう逃げられんぞ。いえ、逃げ切ります。いくら緑間くんでも紫原くんが盾では捕まえられない。そんなもの紫原が自主的にどけばいいだけの話だろうが。あ、紫原、そこをどけ。紫原くん、どかないでください。紫原、いいからそこをどけ。ムックン、少しだけ緑の邪魔してクレープおごるから。捕まえた。桃井、卑怯だぞ。鉄くん、今のうち。はい。黒子！キー、私の下着盗むなんて踏んづけてやる。誰だよそれ。最近下着泥棒を捕まえた近所に住んでるニューハーフのお松さんす。知るかよそんなやつ。そんなこと言ったってもうご近所ヒーローぐらいしかネタが残ってないっす。仕方ねえな。あ、じゃあ
クイズ犬のやつに桜吹雪ネタを見せるか。一番最初のやつじゃないですか。だったら今までのモノマネは一体。ほら行くぞ。はい。あれ、どうした。なんかどっかから緑マッチの声が。あ、お、あれじゃねえか。え、なんだあれ。待て、記録を。待てません、あと少しですから。ネッツ君、頑張って。ねえねえ、サッチ、クレープは。クレープ。クロコ。クロコッチが逃げて緑マッチが追いかけて、それをモモッチが追いかけて、紫っちがモモッチにまとわりついてるって感じっすか。何やってんだあいつら。おそらく借り物競争のお題に合格するためのものですね。誰。クイズ犬の第2ゲームの担当者です。いきなり会話に参加しないでほしいっす。お題にってあの追いかけっこがか。はい、貝を海外しく解放するのお題ですね。貝を海外しく。お題、そっか、それだ。借り物持ってきました。はい、合格です。スタンプを押しますね。これで一段落です。何が一段落だというのだよ。俺のラッキーアイテムを返せ。ああ、はい、どうもありがとうございました。貴様、一体どういうつもりか説明してもらおうか。緑、落ち着いて。これにはちゃんと訳があるの。それは当然俺が納得できるわけなんだろうな。それはどうなのだよ桃井。はい、捕まえた。モモッチとムラサキッチ捕まえたっす。あらら、なんで俺捕まっちゃうの。貴様、モモイは今俺と話して。うい、緑馬とテツも捕まえた。何をするんだ青峰。青峰君、首に手を回すのやめてください。苦しいです。しょうがねえだろ、こうしてないとお前ら逃げるかもしれないし。一体何なのだよ青峰。まあまあ緑マッチ落ち着いて。クイズ犬の人揃ったよ。はい。ヒーロー参上。はあ、だからヒーローっすよヒーロー。俺たち6人揃ってカラーレンジャーみたいな。ブルーの青ミネッチ、ブラックのクロコッチ、グリーンの緑マッチ、パープルの紫っち、イエローが俺で、こう言ってんのピンクはモモッチ。ね、バッチリじゃん。なんだそれ。なるほど、ここに明石くんがいれば完璧だったのに。貴様というやつはどこまでふざける。大丈夫緑、怒鳴りすぎで喉痛めたんじゃない。ねえねえサチン、そんなことよりクレープは。そんなことって。でどうよクイズ犬の人。合格です。よっしゃー、よかった貴様。おい青峰、いい加減手を離せ。お、終わり。緑間くん、いろいろ振り回してすみませんでした。クロコ。あのね緑、これにはいろいろ訳があって。もういい、俺に近寄るな。これ以上お前たちに関わるとろくなことがないのだよ。サッチン、クレープ。ああごめん。はい、クレープの引き換え券、私のクラスでクレープの模擬店やってるから行ってみて。うん、ありがとう。さあ桃井さん、次のゲームに進みましょう。そうだね、優勝するんだもんね。はい。第3ゲームは第一視聴覚室で行われるので、そちらに行ってください。よし行くぞ貴様、遅れんなよ。俺、期待には応えるタイプっすよ。 1,2,3 上がりだ。参りました。美人生ゲーム部の部長相手に素人が勝った。なんということじゃ、ハッピー人生ゲームであんなに差がつくとは。まさに人生の勝ち組だ。それなりに楽しませてもらったよ。それで勝つと何がもらえるんだったかな。チロロチョコ3年分だ。いただいていくよ。さて、次はどこへ行こうか。いや、なんだあいつ、なんであんなにでかい袋引っ張ってんの。季節外れのサンタクロース。いい加減、荷物が重いな。
仕方ない。今日は終わりにしよう。